皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は作ったスクイーズのご紹介をしていきたいと思います。一つはもう購入する方が決まっているのですが、左3つはまだ決まっていなくて、触り心地を見たいですっていう風に言っていただきましたので、動画を撮りたいなと思います。と右のものはクリスマスプレゼントでプレゼントされるということで購入していただきました。もうすぐクリスマスなのでね、そういった理由で私のスクイーズを購入してくださるっていうのがとっても嬉しかったです。はい、では紹介していきます。ではまずクリスマスのもののクリスマスプレゼントとして購入されたものからご紹介していきたいなと思います。ちなみに袋はちょっと雪の結晶のものを買ってみました。なんかクリスマスっぽいというか、冬クリスマスプレゼントということだったので、ちょっとクリスマスっぽいラッピングにしようかなって思って、いろいろちょっと工夫したパッケージを今考えてるので、ラッピングも楽しんでいただけたらなと思います。こちらになります。こんな感じでちょっと避けますね。こちらです。こんな触り心地になってます。こうぐわって触るとくっついちゃったりとかするので、優しく触っていただけたらなと思います。思いっきり触るとひび割れの原因になってしまうので、優しく触るっていう感じです。はい、この動画で紹介して触る以外私はこのスクイーズを触らないので、この状態のまま発送するので安心してください。はい、で次こちらです。これもね、同じ色で作ってます。ちょっと音を伝えやすくするためにマイクを使ってます。今回はこんな感じです。じゃあ奥の2つを紹介します。まずこちら、色がちょっと違います。こんな感じです。こちらはこんな感じです。全部すごく柔らかくて気持ちいいです。いちごの色はすごく人気で、やっぱりピンクのカラーなので結構人気なカラーなんですけれども、今回は4つ作って3つはまだ決まってないんですが、購入したいなって方はコメントしていただけたらなと思います。こちらもね、購入を検討されている方がいらっしゃるので動画をアップさせていただきました。触り心地はすごく気持ちよくて柔らかいので、全部はい、そんな感じです。はい、ということでご視聴していただきありがとうございました。他にもクリスマスのこのビッグケーキも柔らかくて、もうこのスポンジがないので同じ触り心地で作れないんですけれども、このケーキだったりとかもまだ売ってるので、よかったら見てみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。